地元の魅力を突撃インタビュー、突撃取材で掘り起こす地元旅。地元の人だからこそ知るローカルネタを発掘します。さあ今回はどんな出会いがあるんでしょうか。新上五島町へゴーッテュー。新上五島町に来島ですということで、長崎港からここ有川港までだいたいジェットフォイルで1時間半ちょっとぐらいでしょうか、到着しました。いやー今ね私ちょっぴり揺れてます。今日ちょっと波が高かったですね。ね、だからちょっとまだふわふわしておりますけども、まあねちょっと天気はなんかねちょっと厚い雲がね、上空を覆っておりますけども、もうロケの内容はもうカラッと、かつ地元ならでは情報を掘って掘ってのもうクジラの潮吹き、そういうね、ネタをね今日はね探していきたいなと思っております。まだちょっと船酔いしています。五島列島の北部、新上五島町。自然、歴史、グルメにカルチャー、島の魅力満載の町です。5つの町が合併して新上五島町、通称新上。まずは役場で情報収集と参りましょう。やってきたのは観光商工課。新上生まれ新上育ちの22歳、ザ・新上女子の川崎さんにインタビュー。川崎さん、小麦色のお肌とかというよりも美白というかですね、ねえ、ねえ、本当つきたてのお餅のようなね、ちょっと2、3回ついてみようかってなりますけどもね。川崎さんがおすすめのスポットとかでもいいですし、最近オープンした、うん、あ、そういうのちょうだい、そういうのちょうだい、強いフレーズですよ。最近オープンしたっていうのカメラ目線 でカメラさんもグーって言いますよ。3、2、1どうぞ。最近オープンしたばかりの美味しいケーキ屋さんがはい、ありますので、ココさんというケーキ屋さんにぜひ。ココさん、ココさん、じゃあちょっとココ行ってみましょう。気になったのが川崎さんのポロシャツ。これ町内のお店で作っているオリジナル商品なんだとか。漢字と波しぶきの融合がいいでしょう。あのバーニーズさんっていう、はい、お店がありまして。あ、全国的にバーニーズニューヨークってねありますけどもね、バーニーズは新上五島町にも進出してたんですね、じゃあね。さあ町へ繰り出しますよ。まずは浦桑という地区にあるバーニーズというお店。新上五島町でバーニーズってなんかちょっとね、なんかちょっとあの違和感というかね、なんかいい意味でのね、なんかあの特出した個性を感じますけども、なんかこのおちょっとあれ建物もなんか新上五島町っぽくないっていうのはこれいい意味でですよね。なんかほらバーニーズって書いてありますよ。皆さんももう薄々分かっていたでしょ。ニューヨークのそれとは全く無関係らしいです。こんにちは。すごいもうね、あのいや急すぎるでしょ。急すぎる。もう一回カメラ目線で急すぎるを。急すぎる。急すぎるんですよ。キッズもあるし、婦人もあるし、はい、メンズもあるしと。新上五島町のファッション、おしゃれを支えているってことでしょ。バーニーズね。支えられたらと思っております。いやもうデザイン一から構成して、うん、うちの旦那が全部作ってるんですけど、はい、福岡県の出身なんですよ。で、Iターンでこっちに移住してから始めてます。うん、ほとんど。もう全部オリジナルの商品でいっぱい。ああそうですか。あ、ほらほら、だからさっき見た、さっきのだ、ほら2パターンありますね。でほらバックプリントもほら役場の方に来ていただいているのは、あ、そうだ、これですね。でこれあのしれーっと丸子シリーズもキャッチーで素敵ですが、このお店の一押しがエモティです。エモティ、なんすかエモティって。新上五島町のエモい風景がもうダダ漏れなんですけど、それをこう切り取ってT シャツ。エモティ、あ、確かにエモいっすね。なんかエモい場所がたくさんあるんですよ。グラフィティがね。これはどこの岩ですか。矢ヶ溜です、ね。あ、矢ヶ溜めだ、はい、これ舞い上がれのロケ地になった。舞い上がれの、はい、朝ドラのエモティの発売は3年前から。町内にダダ漏れしている自然や建物などのエモい風景をこれまでに100種類以上デザインしたそうですよ。オンラインショップでも販売中。エモティ、いやどうしよう、これもうせっかくやっぱりもうアパレルのお店に来たらやってみたいことが一つあって、
もうお姉さま一押しのやっぱ今年の夏のやっぱルックをちょっといらっしゃいませ。どうぞごゆっくり。であのちょっとルックをトータルコーディネートにしてほしいなってあるんですけど。はい。いいですか。ぜひぜひ。バーニーズのオリジナルブランドで全身コーディネート、新上五島カジュアル新カジを体感してみましょう。じゃじゃーん、どう、ちょっと待って、もこれただのイケオジやん、ただのイケてる親父やん。It's Bernie's。 つかの間の池尾寺を楽しんだ後、洋菓子店ココを目指して島の南部の海沿いの集落へ。あまり聞きなじみがないですよ、こういう雰囲気の中に洋菓子屋さんがあるっていうのは。どちらかというと和菓子がね合いそうな雰囲気ですけども、てかあるかね、え、ここどこね。この先なんか全く雰囲気ないですよ。ひょこーっと出てきました、上りが。甘いものは別腹って書いてない、あれほらあそこやん、絶対ここだ。あ、今ダジャレじゃないよ、ここだっていうのちょっと恥ずかしい。ちょっとよ、ちょっと私アポイントメント、アポイントメンタルを取ってきますんで少々お待ちください。こんにちは。あ、こんにちは、すみません、急にすみません、 NCC のとこさん、あ、陳年と言います。どうもはじめまして。え、あのちょっと、はい、あのクルーたちも連れてきたんですけども、はい、アポイントメンタルって取材 OK です。めんどくさいね。取材 OK でした。あの可愛らしい店員さんがお待ちです。え、店内入ってほら見て、清潔感のあるホワイティーな店内がね、ねえ、で結構あの売り場面積以上に作り場の方が広めという、あの店内のねこう設計内容。新上五島町の方ですか。そうです、ここが、はい、ここっていうかもうすぐ近くがここで生まれ育って、ちょっとここの場所が空いてたのでここに建てたんですよ。すごい短い文章の中でここがいっぱい出てきた全部あのあれを、あのいろんな意味のここが入ってますからねすごいラップかと思いました途中。オープンは去年の8月、ママさんパティシエ浦口楓さんが一人で切り盛りしています。店頭で販売するのは不定期で、いつオープンするのかは SNS で発信、口コミで広がり遠方から買いに来る方も多いそうですよ。人気の米粉のクッキー、五島らしさ満載。私はこのシフォンケーキを特別に店内でいただいてみることに。うん、ビビター、あのかすかなビターって書いてビビター、ビビターな感じのココア感がいいんですよね。で中のこのホイップのふわっと感と甘みもあって、チョコレートの味わいもあって、あ、美味しい。いやけどなんかいいですね、海そばにある洋菓子店って。で可愛らしい店内ですし、外観もね、土地も余ってるし、うん、ニューセラも好きなので、うん、あのちょうどあの結婚のタイミングもあって、はい、子育てもちょっとここでしたかったので、うん、のびのびとね、はい、自然に囲まれて。長男のそらくん、お店の PR お願いします。新上五島町に来たらどこに行くの。ここでしょこんなところにこんなお店が。場所がとってもディープ、ここでした。実は役場の川崎さんにこんなことも聞いていたんです。僕ら今日来たはいいですけど、はいはい、今泊まるところがないんでこのままだともう本当川崎さん家になるんですね。僕らリビングで雑魚寝になるんですけども、びっくりそうなってしまうのでおすすめお宿とかがあれば教えていただきたいなと、はい、民宿の和夫版の家っていうところがございまして。民宿、
カズオ版の家。家。今ちょっとほっと胸を撫で下ろしてるんじゃないですか。私に家に来なくてよくなったなっってね。安心。ということで山をいくつか越え、途中ウリ坊に遭遇したりしながら静かな漁村へ到着。まあ地元旅、ちょっとディープなスポットを攻めていこうとは言いましたもんですが、会場で寝泊まり今日、まさか。いや、あの Google マップさんがここを案内してくださいましたけど、もう岬の突端でしたよ、矢印マークが。え、今日ここ若松瀬戸の入江の奥、マグロやハマチの養殖が盛んな宿の浦という集落。こんなところにお宿があるのとちょっと不安になるくらい静かなところなんです。本当海のすぐ横、海そばに、あった、ここ、あ、本当だ、あった、カズオ版の家ってこと。カズオさんがやっているっていうのは分かるんですけど、版ってなんすか。カズオ版の家、じゃあちょっと行ってみますか。ちょっと待って、ちょっと待って、ですね、出迎えてくれてるのが猛獣です。ちょっと焦るよ、ちょっと焦るよ、行く、ちょっと、なんで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 ワニ、なんでワニ、なんで、こんにちは、こんにちは、川崎ちゃん予約取ってないな。ちょっと川崎ちゃん、川崎ちゃん予約取ってないね、取れてないね、リザーブドされてないじゃん川崎ちゃん。あ、いらっしゃった。あ、ちょっとお留守にしてたのかな。あ、女性だ。あ、こんにちは、 NCC トコサタの陳年って言うんですけど、カズオ版の家の、あ、はい、どうもこんにちは。はじめまして、浦本です。あ、はじめまして、陳年です。お化粧しときぶよかった。なんば、いや、べっぴんさん。びっくりしました、あの玄関開けてワニしかいないから。あ、お留守番なんです。お留守番ですか。ワニちゃんが、あれですね、番犬とかじゃないです、ここはバンワニなんですね。そうそうそう、カズオ番の家って、番って何ですかって。その地域の頼りになる兄貴っていう意味なんです。血はつながってなくても、はい、頼りになる兄ちゃんみたいな感じで、みんな名前の下に番をつけるんです。あ、そうですか。アキラだったらアキラ番とか、うちはカズオだからカズオ番。じゃあ屋台の方行きましょうか。え、屋台、屋台、あっちの方です。え、なんすか屋台って。ちょっと扉閉めてます。あ、ちょっと行ってくるね。はい、待って待って、どこどこ、え、屋台ってどこですか。これ海の上にある屋台、海上屋台です。海上屋台、この海上屋台で夕食を食べるのがカズオ版の家の売りなんだそう。これは超楽しみ。もう不思議な感覚、私今海の上を炊飯器を持ってます。あ、こんにちは、こんにちは、カズオさんですか。違う、あ、違った、あれ、カズオさんが出てこない。いや、違わないんです。この人がカズオ番こと浦本カズオさん、もうシャイなんだから。よかったら釣ります。いけそう、なんすか、釣り堀ってことですか。釣り堀っていうか、天然の釣り堀。あ、こっから糸を垂らしてってことですね。お、すげえ。何が釣れるんですか。アジ、アジ。これは下げれば、もう下げるだけ、2、3、4、5、6、7、8、8くらいで。これをこっちやってみる。ここ来るけ。これ、ぐって。あ、これ来た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 。はい、釣れました。すごい。お、マジか。マジか。釣れた。本当釣れた。漁師になれ。なれます。いや、これだけで。5、6、7、8止めて。はい。で、クイッ。クイッ、はい、釣れました。はい、ストップ、はい、ストップ、はい、はい、釣れました、はい、やった、来てました、おほ、見事。いや、これもうエンドレスやん、もうエンドレス、もう新神戸道場の味全部釣るばい。これ皆さん8秒数えられたら誰でも釣れます。え、釣りってこんなおもろいっすか。おもろいよ、釣れたらね。むちゃくちゃ釣れる。
超楽しい味釣り体験を満喫した後、お楽しみの夕ご飯。釣ったアジをいろんな料理にしていただきます。魚釣りやタコ壺漁を体験してそれを食べるのがここのスタイル。さあどうだ、これがカズオ版の家の漁師飯です。いつでも飛び込めます。そういや、どうしよう、どうしよう、浮いてこれるかな、ちゃんと屋台パーティータイム、イエーイイエーイ。いや、もうカズオバがね、もうお腹空きすぎて喋らんくなったよ。ね、インサートの時間がちょっと長かったの、撮影が誰かね。やっぱさっき釣った味から行こうかな。どうぞどうぞ、もう好きなものから。もうこれもう刺身見て、贅沢ですよこれ。何人前ですかこれね。ではでは、トレトレのトレトレアジアジいただきます。うん、おいしい、うん、おいしい、よかったおいしい、油がよのっと。あ、後ろのこの方、私の守護霊ではありません、料理を手伝ってくれたカズオ版の息子の新谷さんです。新上五島町で採れた青さでしょ。ねえ、カズが採ってきた。あ、カズオ版が採ってくれた青さ、いただきます。甘い、青さの香りがよか。民泊した人たちは自分でそれぞれを体験してこうやって楽しみながらお食事もできるよと、そうですけど、なんかバンっていうのが地元ならではですよね。宿の裏はもう俺に任せるって感じですか、カズオバン。いや、そうじゃない、そうじゃないか。まだ上がいっぱいおる。カズオバンの上にもいろんなバンがおるとですね。いっぱいおる、いっぱい、バンだらけ、バンだらけ、バンだらけの町、バン人がいっぱいおります。みんな守ってもらって、守ってくれてるってことね。いや、そうやってこう町ができてるんですよね、ありがとうございました。では行ってきます、また来ます。楽しい時間をありがとう。いや、こちらこそですよ、ありがとうございます。いやー、よかった、また来っけんね。カズオ版の家を後にして2日目の行き先は、役場で出会ったこの人から聞いたスポットなんです。こんにちは。はい、こんにちは。お名前は何とおっしゃるんですか。ジャンカルロと言いますが、皆様に、カルロスと呼ばれます。カルロスさん、はい、カルロスさんはどちらのお国、Where are you from? あ、はい、アメリカから、参りました。あ、アメリカ何州、What state? あ、ニュージャージー州です。新上五島町のこんなところが好きっていうなら何かありますか。あ、海がすごく綺麗だと思います、ニュージャージーは海は、海もありますけど、やっぱ上五島の方が、紺碧で、すごく綺麗だと思います。聞いた、紺碧とかアメリカの方から出ると思う。書ける漢字、紺碧、私書けないよ。いや、自分も書けないんです。書けないですよ。カルロスさんも書けませんでした。みんな覚えてます。なんか有川に、なんか、なんていうの、なんすか、あ、頭ヶ島の途中でなんか海水浴場みたいな、とこがあって浜名、浜名、はまぐり、いや、浜名という、なんかビーチがありまして、まあ、ハムクリ浜は結構、有名ですよね、人気ですけど、そういうなんかプライベートビーチの間の、ビーチもありますので、浜名、浜名ですね。びっくりした新上五島町のなんかとかないですか、なんか、まあ、こういう写真がありますけど、これなんすか。ローザンという、滝ですけど。ローザン、はい、あ、滝があるんだ、新上五島町。しかもなんかこう、なんかちょうどこう割れ目というかですね、はい、山森の割れ目に滝が、ローザン、はい、あ、浜名の、ノーフォースがある。いや、すごい、タイミングよく出てきた。めちゃくちゃ綺麗なビーチ。Let's take a short trip. 感情込めてですね。新神 Oh my Goto. Oh my God とかかってるわけですね。はいはい、Oh my Goto ですね。いや、けど浜名もめちゃくちゃ綺麗ですけど、このローザンも気になりますね。近くまで行けたりするんですか。いえ、結構遠いです。遠いですか。見に行きたいですねけどね。なかなかだから新神ごとじゃ滝紹介したことないですもんね。ということで、このロザンの滝とプライベート感があるというビーチ、浜名へ行ってみることにしました。まずは島の南部にあるロザンの滝へ。皆さん、耳を澄ましてご覧なさい。聞こえるよね。ね、あの水がこう押し寄せるこう水流の音が、
このちょうど緑の奥にあるらしいよ。ベールに包まれた感がいいですね。あ、見えたかも。ちょっと、あ、すげえ。ちょっと見て、あ、これすごい、すごくね。クランク状にこう流れ落ちてってる。結構勇壮な感じ。ここ先日ちょっと雨も降ってたから水量も増しているから見応えのある、あれウォータースライダーできるんじゃない、上からあそこ行かない、 OK が必死。いやけどすごいね。滝のサウンドとマイナスイオンに癒されました。さあ続いてはカルロスさん情報2つ目、ハマンナへ。ちょっと待って、いつの間に私天国への境界線渡ってた。見て、美しか。ちょっと何これ。いや素晴らしい。あ、もう出ちゃう、あのセリフが出ちゃう出ちゃう。言うよ、新神オーマイゴト、新神オーマイゴト。出た、ここよ、あのポスター、ここよ。カルロさん、あのセリフ出ちゃった。あ、行くよ、おいでおいで。昔も今も島の人のデートスポットなんだそうですよ。取材にご協力いただいた新神の皆さん、ありがとうございました。教会も五島うどんも登場しない今回のディープな旅を一言で表すなら、新神オーマイゴト。以上21市町地元旅新神五島町編でした。